どうも、わたくわです。今回の動画はこちらのね、800ml のボトルからここに浮かしてる、クワガタを掘り出す動画になります。こちらのボトルは去年のね、11月、6日に二例幼虫のね状態で、幼虫を投入したボトルで、何のねクワガタを投入したかというと、スペキオスス細赤クワガタの幼虫をね投入しました。産地が、ソロモン諸島のベララベラ島っていうところなんですけど、これね、以前2年くらい前になるのかな、結構前にベララベラ島のスペキオスス細赤クワガタの成虫ペアをね、Fオークションで購入して、産卵セット組むみたいなね、動画を撮影してね、投稿したんですけど、その時のね、ベララベラ島さんの、スペキオススがね、どうやら、交雑疑惑というか、なんかね、その、足のね、色の特徴とかを見る限り、なんかベララベラ島さんの個体の特徴とね、ちょっと違うみたいな話が出て、まあいろいろね、調べた結果、足の紋の特徴で、はっきりね、断定するっていうのはね、無理みたいな感じなんですけど、なんかね、その、怪しい、特徴の個体だったんで、ベララベラ島さんとして扱うのはね、ちょっと危険っていうことで、類代をね、その時は断念したっていう、まあ、実際のところね、類代断念したっていうより、普通にね、類代失敗して、終わっちゃったんですけど、今回はね、そのリベンジっていうことで、ちょっとね、ツイッターとか SNS でお世話になってる、リュウチンさんっていう方から、ベララベラ島さんのスペキオスソフトアカクワガタのね、幼虫を、今回ね、6匹いただいていて、その中のね、1匹、こちらね、オスがね、今回浮かしてきたので、結構ね、これ掘り出すのね、マジで楽しみなんでね、ちょっと動画でね、ここで皆さんと一緒にね、掘り出して、浮かした成長を見てみたいと思います。それではね、ベララベラ島さんのスペキオスソースワガクワガタね、掘り出していきましょう。では、まず中は、よし、こんな感じ。まあ、今回ね、管理したのはもうこれ本当にメタリフェルと同じような管理で、発酵マット、1本管理で、水分量もね、ちょっと水分多めみたいな感じでやってます。マットもそれなりにね、固く詰めて、管理温度はね、だいたいまあ22度前後ですね。ソロモン諸島ってね、結構その、メタリフェルが生息してるようなところよりも、多分ね、気温はもうちょっと高い、暖かいような環境ではあるんですけど、まあ、それでもね、22度前後だったらね、スペキオススは、まあ、ちょうどいいというか、幼虫は、まあ、ゆっくり育って、大きくなるような環境だと思ってました。まあ、でも、それでもね、去年の11月頃に、二例幼虫投入して、今ね、3月の23日でね、しっかり成虫に羽化してるんでね。はい、あ、出ました。え、これ結構いいんじゃないか。こうね、なんか順調に育ってくれたような気がするんで、でかいんじゃないか。おお、綺麗、しっかりね、羽とかも収まって綺麗にね、羽化してきてくれてますね。ちょっともうちょっと拡大、ちょっとね、顎どんな感じか見てみましょう。おお、うわ、うわ、かっこよ。あ、まさに大津系の細赤って感じですね。あ、いや、やっぱかっこいいな。うお、こんな感じです。スペキオス細赤クワガタベララベラ島さんですね。手抜けちゃいましょう。うわー、やっぱね、この手の種類はね、本当に頭が大きくなって、顎も結構ね、太さがありますね。僕のね、この、わたくわチャンネルのアイコンは、スペキオスス、まあ、結構似てると思うんですけど、これとはね、ちょっと違う、カウピ細赤クワガタの頭をね、アイコンにしてるんですけど、スペキオススもかっこいいですね。あとね、このベララベラ島さんの、スペキオスの一番の特徴としては、ここのね、前向きの内視。ここ、ちょっとね、見にくいと思うんです。ここのトゲ。ここのね、ちょんって出てる、この、下についてるこのトゲが結構ね、前方向に立派に発達するっていうのがベララベラ島さんのスペキオスのね、特徴と言われてますね。あとは足の紋がね、ないのかと、まあないから見てもね、ピンとこないかもしれないですけど、ここがね、この足のこの付け根の
この辺にベラレベラ島さん以外の、ね、例えばマライタ島さんとか他の産地の個体はこの足がねちょっとクリーム色っぽくなるらしいんですよね。で前回の交雑疑惑のスピキオスはここがねちょっとねオレンジっぽい色してたんですよ。確かになんかね色がおかしいなって感じだったんですけど、いやもう今回ねもうこれ正真正銘のベララベラ島さんのね個体をいただいたんで、もう足もねいやマジでね前回のと比べてちょっと前回の写真あったらね貼っときたいんですけど、前回ちょっとここ色づいてるのがこれはねもう色がない、完全にやっぱベララベラってこんな感じなんでしょうね。本当ね立派に浮かしてくれました。じゃあちょっとねサイズ簡単に測ってみましょう。で結構ね顎がなんだろう太く湾曲して結構発達してる感じですね。サイズはあ難しいな、だいたいこの辺ですね。めっちゃ顎動かすけどこの辺で当たるんで、ここ53ミリくらいですね。53ミリってどうなんだろうな、ちょっとスペキオススのねレコードしっかり把握してないんでちょっと調べてみましょう。今ねスペキオススの現レコードどのくらいのサイズか調べたんですけど 64.3 って書いてありましたね。いやこれ結構ねでかいんじゃないかと思ったんですけど、レコードはねこのさらに1センチ以上、でかい個体みたいですね。まだまだね細赤クワガタ、あっとやっぱり、ね、細赤クワガタのね猛者はもう全然ね全然格が違いますね。まあね今回掘り出したのは、まあ、こちらのねオス1匹だけなんですけど、実はねいただいた6匹の幼虫のうち4匹はねメスで、もうね2ヶ月くらい前に成虫に羽化してて、もう交食開始して、一応ね結構ね羽化ずれひどかったんでワインセラーでね18度くらいの管理でゼリーをね食わせてゆっくり成熟させてるっていう、感じになります。で今回掘り出したねこの個体はまあ多分ね2週間くらい前には成虫になってくれてると思うんですけど、もう1匹についてはねまだねオスのさなぎでいるんで、ちょっとね今回ねこの羽化した、この個体は多分ねもう1ヶ月以内には、交食開始して成熟ね完了してくれると思うんで、1ヶ月くらいね様子を見てから、ちょっとねメスの寿命が持つかわからないんですけど、しっかりねペアリングをして4匹のねメスしっかりね産卵させていこうかなと思ってます。まあそんな感じでね、ちょっとね今回ねベララベラ島さんのスペキオスソホソワカクワガタね、なんとかね幼虫を、いただいて、ここまでね立派な成虫に羽化させることができたんで、このね春から夏にかけてねちょっとスペキオスもねリベンジということで、飼育していきたいと思ってますのでよろしくお願いします。いや結構ねかっこいい、横から見るとこのね顎の太さがねかっこいいですねスペキオス。まあ、それではね、ご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。スペキオスス。